築は、豊橋の建築は、2022年6月24日金曜日夕方の6時5分です。いや、南風がね、ボーボーでかなりサイズの方が上がったんですけど、ジャンクですね。天気の方は晴れ、気温の方は、気温計これわからんの、30度かなと風の方が、南西ぐらいの風です。でもうかなり強い、10メーターオーバーですね。で、まあそんな感じで、サイズの方だいぶ上がってて、まあ南系の風なんで、流れの方はね、そんなに出てない感じはしますが、ジャンクですというわけで、夕方の波状況でした。明日の朝までね、このまま南風の方が吹きそうなんで、まあ、若干弱くはなると思うんですけど、まあ、あんまり期待はできんかなと思います。まあちょっと来ようかどうかちょっと悩む感じですね。というわけで、というわけで夕方の波状況の方を終わろうかなと思います。ちょっとこれじゃあできんね、汗流したかったんですけどね。というわけで夕方の波状況終わっていこうかと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。こんな適当な感じになっちゃうかもしれないですけど、またチェックの方よろしくお願いします。夕方も音畑修雅がお伝えしました。それではまた。